一番大好きなところは祖母の実家ですよね。山の中腹に家があるんです。かなりきつい坂を上がっていく。手つないで上がって幼稚園の頃一緒に上がった時にですね、夜行くと瀬戸内海って波があんまりないんですね。月の道ができるんです。うちの祖母が坂道上がってるっていう、一番最初はそっからスタートだったんですけど、今約 50% ですね、高齢化率は。もう半分は高齢者ですよね。歩くのも元気の秘訣なのかもしれないですよね。でもだんだん高齢化になってくるとなかなか厳しい。そこに足を作るっていうのが仙台から二次交通やってきてる宿命というか、やるべきことじゃないかということから始めてますので、もう私の中ではもうタクシー本業ですからね。だからタクシーができることは全てやる、新たな交通も作り上げていく。特にこのグリスロっていうのは堅苦しくない、オープンの良さっていうのはそこにも話をしたがるんです。お客さんが逆に聞きやすいし、歩いてる人にも声かけやすい。一緒になって観光客と地元の人も一体化していく。本当に一人じゃできなかったことなんです。地元の方も一緒になって、考えてくれてる、思いが一緒だったっていうことからなんで、もっと活気がある街にしていきたいと思いますね。